サムライアコーディオニストタカ、パリ発デビューアルバム風の谷。パリを拠点にヨーロッパで活動するアコーディオニストタカが、ベースに鈴木健太郎、ドラムにアレックス・リューデスを迎え、タカの10年間の軌跡に迫った完全オリジナル曲を収録したアルバム「風の谷」が日本初デビュー。